ゲーム芸人としての腕をちょっと見せていただくっていうことで、スロットのあれ揃えてもらって、うん、右上で狙いましょう。狙いましょうか。はい、うん。残念。借金が1000万超えた時に、弁護士さんに債務整理してもらったんですけど、はい、その時も車だけは残す方向でと。はぁ。それほどね、こだわりを持ってるというか、車を持つことに命をかけてるというか。どうも、藤田です。ということで、僕の別宅、あ、こちらなんですよ。この右手にお風呂とトイレがあるんで、はい、これはなかなかなもんじゃないですか。まず浴室側も天井までゲームが置いてあると。こっちはね、トイレットペーパーが天井までぎっしり積んでありますね。すごい量ですね、ティッシュティッシュとかね、あのトイレットペーパーって限界値、安い限界値っていうのは決まってるんですよ。その限界値に来た時にパッと一気に買うっていう手法です、これ。だからこれね、あの散らかってんじゃなくて、こだわりの塊の部屋だって専門家は言います。これが一つ一つこだわりがあってうるさいんでしょうねっていう。あ、これなんすか、ダンボールいっぱい。あ、気づきましたか。こんな感じで、これ飛龍の剣っていうゲーム。飛龍の剣3、あとスーパーチャイニーズか。この辺りで1000本1000本ぐらい買ってるんですよ。1000本。でこの一番すごいの超人ウルトラベースボール、はい、これ3000本買いました。3000本。奥にもう結構お宝があるんですか、うん、これとか。ええ、そうですね。ワンワンパニックとバイナリーランド、うん、ゴールドカートリッジ。確か高いやつなんでしたっけこれ。そうですね、市場価格で大体50-50ぐらいしますね。50万。はいはいはい。両方で100万ですか。大体そんなもんじゃないですか。ここだけで150ですよ、だって。え、ファミコンソフト50本で150万。まあ本数は多いですけど、これだけで150万だから。ああ、なんかこういう箱系がいっぱいあって、箱付きの。そうですね、全部貴重で数万円するやつが50本入ってましたね。あ、まあ結果お得でしたねこれ。あ、うん、やけにでかいモニターです。これ何インチですかこれ。これ55とかじゃないですか。55インチ。あの R1 グランプリとか、はいはいはい、そういったお笑いライブとかでもこれを使ってやるんですよ。最高順位って差し支えなければ R1、準々決勝かな。あの10年ルールができなければ、うん、もしかしたら今頃本当ファイナリストとして。なんすかね、笑いの数じゃないらしいんですよあれ。わかりました、うん、はい。あー、これやっぱすげえわ。ちょっと待って、すごすぎるよこれ。本当にこれやばいし、本当にここだけでもう 7,8 万とかするし。それがごめんなさい、もちろんしますよ。僕ってウパ、はい、初めて言ったんですけど。だから後期バイオミラクル、あのファミコンディスクで最初に出てるから、後期のカセットはすげえ少ないとか。あー、これすげえ。これ見ます、中。この鍵がね、なぜかまあ 2,3 万するんですよ。へー、このだけで、ソフトじゃなくてだけですね。へー。うわー、ここもいっぱいですねこれ。ちょっとどけないと入れないっていうね。ちょっとね、ここは天井前ってますけど、ここまだ隙間があるんで、まあ、トイレットペーパーが山のようにあるんですけど。ロマンの時間好きだなこれちょっとすごくないですか。ここまず聖剣伝3の体験版の非売品のカセット、この MSX のファイナルファンタジー、これはすごい貴重じゃないですか。これはまあやっぱ5万とかするんじゃないですかね。うん、偶然を装ったかのように置いてありますね、ここにね。どんどん不自然だなと思ってますよね。来ましたね、バーチャルボーイ。これはね、時代を先取ったというかね。今でいう VR。 そう気になった一ついいですか。あー、何気になりました。これどう見たってこれ正面のこの2台おかしいでしょこれ。ハードオフさんで購入しましたね。ハードオフで売ってるんですか。ちょっとやりますよ、1枚だよ。あー、行きましょう。こことこことこの5ライン、はい、でどれか揃えば当たりと。当たりでこのルーレットを回して止まったところの枚数がもらえると。何枚入れたかによってその枚数かける枚数、枚数例えば3枚入れて20だったら60枚とか。ゲーム芸人としての腕をちょっと見せていただくっていうことで、腕をね、技術をね、神業を、スロットのあれ揃えてもらって、うん、でその周りの枠のピカピカ光ってるので、うん、目押しで右上で狙いましょう。狙いましょうか、はい、うん、残念。うん、大体分かりましたよ。一応止められるんだよね、押したタイミングでね。
こういうことか。残念。いや、なんか触ってない、触ってないですからね、これね。これ来ましたね。で、このルーレットが回ると右上狙います、はい、いきますよ。あ、ちょっと待って、バイバイ、メダルが取れたよ。ちょっと待って、こんな早いと思わなかった。雑な感じで。おおおお、全回転、新しいリーチ。まあ来ましたね。来た。じゃあ行きますよ。はい。いいんじゃないの？ね、ちょっと。これ下手すと全部カットされる可能性あります。ああ。なんか7が揃いそうな感じ。ほら。ああ、フォント揃った。おお、行く、これ行く。じゃあまた2で。だ、何、なんでこんな行っちゃうの？今の。だってここら辺だったらこんな行ったよ。ウジタです。バイバイ。ウジタです。おい、わあ、マジで？40分です。ですって やらせたんじゃないですか、完全に。ウジタさん、芸人的にこれで終わった時に、うん、やっぱその全カットになるなってわかるじゃないですか、やっぱり。いや、僕だったら使いますね。使いますね。使いますね、はい。どうしますか？だって俺に責任をなせつける聞き方しないでくださいよ。ふうじたです。バイバイ。ふうじたです。バイバイ。しつこいな、そこ。え、藤田さん、どうします？どうしますっていうのは、あ、選択肢があるってことですか？選択肢があるってことですか？任せます、藤田さん。もう痛いし、はい、足とか痛いし、いやいや、俺も任せますよ、やるって言っちゃうとね、言った方が責任取るみたいな部分あると思うんで。じゃあ、わかりました。じゃあラスト1にしますか、はい、来ました。名人頼む。名人が乗り移ってる。いや、もうダメだ、名人ダメだ、これ。藤田さん、これでいいんですね。僕の気持ちはさておき、どうでしょうか。いや、やっぱ演者さんの気持ち大事ですから。はい、当たりました、バーですね。はい、やっ、うおー。ちょっと、はい、ドライブ行きましょうか、はい、結構スポーツカーも乗ってたっていうね。ああ、マニュアルがやっぱね、面白いじゃないですか、うん、マニュアルじゃね。でもやっぱ全然違いますもんね、スポーツカーだと、ね、そうですね、出だしとか、まあ、車高が低い感じもいいし、うん、まあ、寝てるような、ね、感じで運転するじゃないですか、はいはい、それもまあ意外にいいし。そもそもですね、はい、僕は免許証とか取ろうとか思ってなかったんですよ。ほう、でも17、18の頃に、はい、年上の女性と付き合う機会がありまして、はいはいはい、1個上だったんですね、で、まあ、なんかその前の彼氏かなんかが年上かなんかで車を持ってたと、はいはい、でどこ行くにも足がないと僕は免許ない段階で言われてたんで、だってそれ分かってて付き合ったんじゃないのかと思っちゃいますけどね。いや、だから遊園地とかもタクシーで行きましたよね、だからちょっとね、擦れた女性だったと思うんですよ、あの人。擦れた女性。その頃ゲームってもやってたんですか？実家にいる段階で多分1万本あったんですよ。で、一番実家の廊下とか、うん、キッチンとかもうあんな感じだったんで、ね、借金が1000万超えた時に、弁護士さんに債務整理してもらったんですけど、はい、その時も車だけは残す方向でと。はー、それほどね、こだわりを持ってるというか、車を持つことに命をかけてるというか、その借金1000万ってのがあったら気になったんですけど、それ何に使ったんですか？多分ゲームとかじゃないですか。総額が1000万超えちゃって、もう無理だろうと思った時に弁護士さんに相談した時に、で債務整理をされたんですか？そうですね、金利はなくなるけど返しましょうみたいなやつなんですけど、まあそういう時って普通車はね、もう売却して返済に当てるのが普通なんですよ。なんかね、そういうイメージあるんですよね。だけどもう車だけちょっと持ちたいと。へえ。車を持つと、はい、女性が捕まる率は高いんですよ、絶対に。捕まるって。今すぐ迎えに来てとかあるんですよ。昭和は結構あったんですよ、平成の初期とかね。ドライブデートってどこの辺連れてってくるんですか？どこだろうな、新潟がありますね。新潟、日本海沿いの海に行くことは多かったですね、うん、へえ、うん、まあでももうかれこれ 2,3 年行ってないですね。へえ、でもなんか 2,3 年とかなんかちょっと匂わしい今ありましたね。最後女性と行ったのが 2,3 年前だったんでしょうね、きっとね。しかし新潟に海見に行くってなんかそれで聞くとすげえおしゃれなんですけど、うん、はい、まあ、海見に行くとか入りに行くんですね、はい、あ、海水浴、はいはいはい、レアですよ。本当レアですか？本当話さないですよ。あら、それ何ですか、そのイメージですか？
なんかそのゲーム芸人としてのキャラクターのためにあの女性関係喋らないと。あ、まあ基本そうなんですけど、はいはい、なんか挑発がうまいんじゃないですか、横浜さんが。挑発、挑発、挑発。いや、あるもんなら言ってみやがれみたいな感じで来るから、なんかね、その、はい、挑発がうまいんですよ。挑発って、せめて、せめて、聞き出すとか、引き出すとかって言ってください。挑発って。でも、でも世間的にはモテないみたいなイメージですけど、実はモテるんですよ。あ、でも、だからゲームに恋してほしいってことですか？そうそう、的な。なんかあんまりそのモテないみたいなイメージですけど、実はモテるんですか、藤田さん。そのアイテムとして、はい、車が重要だったり、はいはいはい、それは話が早いからみたいな部分もありますよ、それは。それはそうです。え、変な話、車の中でも OK なんですか、藤田さん。あのですね、はい、あの、はい、いや、そんなガチのやついらないですかね、藤田さん。GTO という車の時にこれ、こんな話をすることないですから、僕。そうですよね。うん。